目の輝きがなくなった。あーあー、びっくりした。はい、どうも皆さん、こんにちは、ボルボックスでございます。さあ、今回もこちら夢緑の続きを再開していきましょう。さあ、前回残念ながらバッドエンドを迎えてしまいました。びっくりしたねまさかあんな残酷なバッドエンドがこのゲームに収録されているとは思わなかったので未だに引きずってるもんね。はい、ということで今回は黒峰くんパートトゥルーエンドを回収していきましょう。そこで青木さんから電話中に右手を離せと現在言われております。何でしょうか。え、わかんないね。壁に右手をつけて歩けばいつか迷路の出口に着くだろう。でもな、お前らの出口は最初からまっすぐ目の前にある。右手をつけたままうろうろする必要なんざねえんだよ。え、どういうことごめんなさい、ちょっと説明聞いても分かんなかった。ん、壁に右手をつけて歩けば道路の出口に着くだろう。なんだろう、哲学的な意味かな。あ、俺ら二人どっちも分かってねえやこれ。マコト君も分かってなさそうだね。どういうことだろう。じゃあそろそろ切るわ。俺今からバイトだから。じゃあな。嘘。ちょっとどういう意味だったんだ。え、あの、ちょっ、切れたね。慌てて携帯に取りすがるが、耳に届くのは、虚しい電子音だけだ。本当にひたすらマイペースな人なんだな。右手を離せか。どういうこと。謎かけのような最後の言葉を思い出す。そうだね、迷路の出口は目の前に。俺の出口は、俺にとっての出口は何だろう。いや違う、青木さんはお前らの出口だと言った。俺と黒峰の出口、出口、たどり着くべき場所、最終的な目標。俺たちはどういう関係になろうとしていたんだっけ。いざ黒峰とのことを考えようとするものの、思考がうまく定まらない。ごちゃごちゃ考えすぎなのかな。ちょっと私は前回のこともあるんでまだ心の整理がつけられておりません。青木さんは右手を離せと言っていた。これ本当に分かんない。シンプルに考えろという意味だと思うけど、そういうこと。一旦黒峰のこと、ことから離れてみるのも手かもしれない。大丈夫。なくしたものも探すのをやめた途端にひょっこり出てきたりするし、気分転換すればいい考え、考えも浮かんでくるのではないだろうか。俺は嘘。待てまだあるのか。前回てっきりバッドエンド回収してからね、もう片方の選択肢で確実にトゥルーいけると思ったんだけど、携帯を開く、テレビをつける、どっちだこれ。テレビをつけて何をする。これわかんないね。もう一回携帯開く。携帯を開いて適当に操作する。新着メールはなしか。そういや、笠原は大丈夫かな。大丈夫。黒峰くんから本当に思考外しちゃったね。笠原が階段から落ちて病院に運ばれたのは3日前。まだ3日前と言うべきか、もう3日と言うべきか。一昨日クラスメートに誘われた時は見舞いを断ったが、やはり気になる。それにいくらなんでも一度も連絡を取らないのは人としてどうかと思う。何より退院した後で散々責められそうだ。あ、これをきっかけに、なんだろう、これは全て黒峰くんの仕業だったと誠くん気づくかな。電話してみるか。病室にいるなら、携帯の電源は切っているだろうか。ま、直接話せなくても留守電を残しておけばいいか。早速アドレス帳から笠原の番号を呼び出して
通話ボタンを押せ。もしもし、水沢？うん、いつもの元気な笠原くんだね。え？うん、普通に出てるね。通話口から聞こえたのは留守電のアナウンスではなく聞き慣れた笠原の声だった。ってなんだよ。どうしたん？そうだよね、電話かけといて A はないよね。いや、出るとは思わなかったから。いや出るでしょ、笠原くんだぜ。究極の最高ヤンデレだからね。うん、怖かったもんな、笠原くんも相当。ああ、病室だとアウトだけどな。ここ談話室だから、セーフセーフ。いつも通りの元気な声にホッとする。さっきまでクラスの連中来てたんだぜ。途中で同室のおっさんにうるせえって追い出されちまったよ。ご愁傷様。本当にご愁傷様です。同室のおじさん。そっちか。こいつが四六時中同じ部屋にいるなんて想像しただけで耳が痛くなってくる。怪我の方はどうなんだ？足折ったって聞いたけど。おお、ポキッとな。でもまあ綺麗に折れてくからすぐくっつくってよ。それよりさ、どうしたんだろう、急に真面目なトーンになりましたね。笠原くん怖えんだよ。急に真面目なトーンになった時怖いんだって。絶対あの顔になってるって。ヤンデレ顔で話してるって。これ突然笠原の声音が真剣なものに変わる。そうだね、先ほどまで、打って変わった、打って変わったその空気に無意識のうちに姿勢を正した笠原は、内緒話でもするように声を潜めて言葉を続ける。今日見舞いに来た連中に聞いたんだけど、菊池先生と吉也も病院行きになったんだって。やっぱりそうだ、菊池先生もあの後駆られたんだ。なんてこと。ここまでヤンデレに駆られるヤンデレ。そんな怖いこと今まであったか。本当に今までのヤンデレが全く歯が立ちませんね。先生とヨシアで誰だっけ。菊池先生は知ってるでしょ。おいおい、クラスメートだろ。ほら、色黒でちょっと太めの。うん、前回ね、駆られてたもんね、教室で。笠原の説明でようやく思い至る。一昨日俺に、笠原の見舞いを持ちかけてきたクラスメートだ。あ、これでちょっと引っかかるかな、誠くん。なんかおかしいと。彼が病院へ、それに菊池先生も。二人とも一昨日の放課後あたりに学校内で怪我したらしいぜ。なんか誰かにボコられたんじゃねえかっつー話。誰かは分からないんだ。じゃあなんだろう、黒峰くんはフルフェイスとかして。フルフェイスとかしながらね、先生たちをボコボコにしたんでしょうか。朝も一年の誰かが似たような怪我して病院送りって噂だし。まあ学校で何かあったのか。朝に病院送りになった1年というのはおそらく小野寺のことだろう。同日に3人もの人間が誰かにボコられたって。誰がそんな。さあ、吉也はビビって何も言わねえらしいし、菊池先生は顔見てねってさ。クラスの連中は黒峰じゃねえかっつってっけどな。うん、鋭いですね。っていうかもうそんな喧嘩っぽいのは黒峰くんしかいないからね。あ、これは誠くん何か察したかな、黒峰。けどあいつにしちゃ妙だよな。あいつ喧嘩っ早いけど一応見境なくってタイプでもねえしよ。ヨシアならともかく、菊池先生がそこまでキレさす真似するか。ああ、やっぱりそうなんだね。うん、もともとはやっぱり黒峰くんはね、そんなむやみに喧嘩を売るような人間ではないわけだ。ただ今回は誠くんが絡んでいるのであんな性格になってるわけだ。
笠原の言う通りだ。確かに黒峰は手の速い不良だが、それだけで決めつけるにはあまりにも短距離すぎる。でも、うん、黒峰と被害者たちに明確な接点はないはずだ。だが何かが引っかかる。うん、黒峰くんではなく誠くんにね、全員接点があるからね。小野寺が病院送りになった朝、その前日に俺は小野寺と一緒に帰宅した。吉也が暴行を受けた日は休み時間に教室で話しかけられた。菊池先生は図書室で話をした。うん、黒峰と被害者たちに接点はない。接点があるのは俺だ。汗が吹き出る。喉が張り付く。右手が震える。黒峰は悪いやつじゃない。ほんの何日かの付き合いでしかないけど、俺はそのことを知ってたじゃないか。でも、これまずいね。バッドエンドの予感がする。そういやさ、うん、混乱しきった頭に笠原の声が届く。これ誰にも言ってねえんだ。俺が落ちた時さ、誰かに押された気がしたんだよな。なんか階段のオチみたいになってたけど。うん、そうだよね。やっぱり押された気するよね。じゃないと落ちないもんね、笠原くん。気がつくと俺の手には電話の切れた携帯電話が握られていた。黒峰、嫌な予感が止まらない。違うと思っていたのに、なのに俺の脳は悪い想像をやめてくれない。肩が痛い。左の手首もまるで俺に教えるように痛みを持って主張してくる。あいつは人を傷つけることができる人間なんだと。うん。さあ、誠くんどうする？落ち着け。確証はない。そうか、ちょっと弱気だね。うん、これだけの情報で黒峰がやったと決めつけるなんてこじつけもいいところだ。確かめよう。ということはもう一度黒峰くんに会いに行くということでしょうか。今回一人だからね。俺は黒峰と一緒に、迷路の出口に行くんだ。あー、ちょっとわかんない。どっちだろう、トゥルーかな、ひょっとしたら。そのためにもこんな疑念はとっとと解消しておくべきだ。こんなモヤモヤした感情を抱えたまま黒峰と接していく、行くことなんてできない。どっちだろう、真実を打ち明けてもらって仲直りするのか、それともやっぱり真実を打ち明けられ絶望してしまうのか、どっちかですね。決意を胸に乗せて携帯を握る。肩の傷が鈍く痛んだ。翌日、一人立ち尽くしながら携帯を確認する。送信メールフォルダーには昨日黒峰に送ったメールが保存されている。内容は簡単だ。話があるから昼休みにこの場所に来てほしい、そう送った。うん、ここは黒峰くんから告白を受けた場所だよね、この場所。そう、黒峰に告白された場所に。どっちだ、これわかんねえ。このメールのせいか、それとも、昨日の出来事のせいか、今朝は黒峰からのメールは来なかった。教室に着いてからはただのクラスメートとして距離を保っているため、今日は黒峰と目も合わせていない。昨夜降り出した雨は明け方になって綺麗な青空を連れてきた。雨の影響で空気が少し湿っている。アスファルトはもう乾いているが、土からはまだ雨の匂いがした。携帯の時計は、何これ、チッチ違うかな、として進まない。人待ちの時間は必要以上に長く感じられる。そんな取り留めのないことを考えていると、来たかな、来たか。スーパーサイコヤンデレ。怖いな、本当に。大丈夫、今回は頼むよ。私の選択肢は今回誤りでしたか。待ち人が姿を現した。うん、イチャイチャしようぜ。そんな幸せなね、流れだといいんだけど、トゥルーエンドだといいんだけどね。黒峰の赤い髪を認識した途端、スーッと体温が下がる。
唾を飲み込む音がやけに生々しく聞こえた。クロミネの様子はいつもと何も変わらない。不機嫌そうな表情も少し足を引きずるような歩き方も何もかも普段のままだ。話ってなんだ。緊張か恐怖か、指先が小刻みに震えている。注意しなければ選択を間違えばきっとまた豹変させてしまう。これは申し訳ない、ね、前回の選択肢やっぱり安易に考えるべきではなかったんだね。うん、ごめん誠くん、そして黒峰くんも最悪な結末を前回迎えてしまったね。それとも俺はもう間違えているんだろうか。そんなこと言わないでもう俺も震えが止まらないちょっと前回のことがあるから本当に悪い方向にもうやめてくれもうやめてください、勘弁してください進んでいく思考をかぶり振って強制的に中断させる。急に呼び出してごめん、聞きたいことがあるんだ。俺の言葉に黒峰が軽く首を傾ける。黒峰に、事の真実を確かめようと注意した、下はいいものの肝心の内容を話す勇気が出ない。なかなか本題に行こうとしない俺に、じれたのか、黒峰が無言で続きを促してくるか。ヨシアと菊池先生が。これ大丈夫かな。またしてもね、黒峰くんの敵の名前を出したことになるから、前回みたいに噛まれるとか食われたりしない。あの二人が怪我して病院に行ったの知ってるか。誰だそいつら。いや、クラスメートの菊池先生は教育実習で来た人だよ。思いがけない返答に拍子抜けする。黒峰もヨシアの名前は覚えていなかったのか。名前も知らないということは彼らの怪我と黒峰とは関係ないだろう。大丈夫これ闇に真実は葬られそうだけど。そう撫で下ろし、胸を黒峰の次の言葉が裏切った。なんだ。あの虫か、こないだ潰した。すごい淡々とラフに言ってきたけど最高だな。潰した。ここで誠くんは理解するわけだ。ああ邪魔だったから、一昨日だったかなすごい、なんでそんななんかすごい何も引っかかりなくね、冷静に、なんならいつもよりも柔らかい口調で当たり前みたいにして話してきてるけど怖いな。虫潰した、一昨日。これバットかな。おかんが全身を塗りつぶしていく。間違いない、黒峰が二人を。なら小野寺も。なんだよ、聞きたいことってそれか。お前のために潰した虫の話か。最初は笠原な、階段から落とすだけだったから簡単だったぜ。次がお前と一緒にいた一年坊主だ。適当に公園連れ込んで潰しといた。あとはヨシアだっけ、そいつと菊池な。うん、丁寧な説明ありがとうございますなんかいつもの黒峰くんとちょっと雰囲気違うね。なぜだこれ。もう吹っ切れてるのかな。黒峰はどこか誇らしげに言葉を吐き出していく。両目には狂気じみた光がランランと灯っている。そうだね、狂気じみた。いや違う、こいつは正真正銘狂っている。やっと気づいたか誠くんちょっと遅いんじゃない前回あんなことあったのに。なんでそんな。なんで。さっき言っただろう、お前のためだよ水沢。うん、なんかかなりフレッシュだね口調がフレッシュです
これ、な…そうだ。あいつらはな、虫の分際でお前に近づいた。お前の時間を奪った。お前の視界に入った。お前の声を聞いた。そんなの、放っておいていいはずねえだろ。お前の時間は俺のもんだ。お前の視界も、お前の声も、俺のものだ。俺だけのものだ。他の奴なんかいらねえ。全部潰してやれ。お前に近づく奴は全部。そうすれば、お前は、俺だけしか、愛さない。うん、これで辻褄が誠くん合うでしょう。あ、そうか、そうなのか。うん、笠原の怪我も小野寺の怪我も吉野の怪我も菊池先生も全部何もかも俺のせいなのか。俺は校内をふらふら歩いていた。どうやってあの場所から移動したのか全く覚えていない。黒峰はどうしたんだろうか。これは誠くんも病んでしまうエンディングかな。水沢？え？これはまずい。清永先輩、あなただけは逃げてくれ。あなたを失いたくない。顔を上げると清永先輩がこちらに向かってくるのが見えた。水沢、お前どうしたんだ。顔真っ青だぞ。そうだね、こうなるよね。さっき真実を伝えられたので、誠くんに接近するものは全て駆られてしまう。だから誠くんは誰とも接したくないはずです。ダメだ、来ないでくれ。俺に近づいたら、そうしたら赤が来る。あの赤がシャアかな。通常の3倍のスピードで襲いに来ます。赤赤赤。ごめんなさいごめんなさい、そんなつもりじゃなかったんだ。あなたたちを傷つけてしまう、かもなんて思っちゃいなかったんだ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。もう誰も俺に近づかないで。まあそうなっちゃうよね。ここは黒峰くんの自宅かな。柔らかいソファーに、身を沈めながら、誠は身じろぎ一つせずに窓を眺めていた。と言っても、別段、何を見ているわけでもない。あ、どこも見てない目か。ただ顔を向けた先に窓があった。それだけのことだ。誠が誰とも喋らなくなってから数ヶ月が過ぎた。単に口を聞かないだけでなく、あらゆる接触を拒んでいる。話しかけられれば逃げ、目も合わそうとしない。これ学校側は何もしてくれないのかな。今思ったけど。誠は動いて息をするだけの人形になった。初めのうちは戸惑っていた周囲の人も、一月が過ぎる頃には諦めた顔で離れていった。そして誠は一人になった。でも一人じゃない。黒峰くんがいるじゃないか。また誠くんは人形にさせられてしまうのかな。小野寺くんの時みたいに。水沢。うん、今回大丈夫だよね。首繋がってる。姿を見せた黒峰がテーブルの上にコップを2つ並べておく。そのうち1つはいつもの手をつけられないままになるんだが、黒峰は毎回必ず2つのコップを用意する。そして並んだらそれを見て微笑むのだ。黒峰はソファーに深く腰掛け、隣に座る誠の肩を引き寄せた。あら、いいじゃないですか。こういう展開を待っていたんだよ。こういう平和な展開をね。果たしてこれは平和か。でもイチャイチャできるぜこれでな。こういうエンディングもありちゃありか。前回より全然マシだよ。誠は何も反応しない。
されるがままに黒峰に身を傾けている。誠の髪を、なんだこれ、黒峰は唇を寄せる。なんかすごい声がこもってるね。誠は周囲のすべてを拒絶した。旧友も、教師も、兄も何もかも人形のようになってしまっても誠の心は人間のままだ。喜びも悲しみも怒りも以前と同じように感じている。だからこそ誠は人形になり、全てを拒絶することを選んだんだ。彼らを守るために。そういうことになるよね。誠は周囲の全てを拒絶した。旧友も、あれこれさっき読まなかった？あ、読んでない。教師も兄もそして恋人も。黒峰の手がゆっくりと誠の方を撫でる。それでも誠は動かない。凍りついた表情のままじっと前だけを見据えている。水沢、愛してる。いいじゃんいいじゃんちょっと錯乱しているうん、前回のバッドエンドに比べればだいぶ幸せそうだとは思うんだけど、誠くん大丈夫ですかちょっと本当に正気が宿っていない。うん、でも黒峰くんは幸せそうだね。こんなに柔らかい表情の黒峰くんを見たことがない。誠は何も返さない。それでも黒峰くんはいいのか。黒峰はただ浮かれた声で愛をつぶやく。誠は黒峰を愛している。青木との電話で自覚した思いは未だ消えることなく誠の胸にとどまり続けている。やっぱり右手を離すってどういう意味だかね、わかんなかったけどちゃんと考えておくべきだったかな。それでも誠の口が愛を紡ぐことはない。好きだ水沢、愛してる。今日も黒峰は愛を注ぐ。その愛が届いていないと知りながら。知ってるんだね。今日も誠は拒絶する。本当は届いていると知られぬように。本当は届いている。うん、本当は届いてる。両思いじゃんラブラブじゃんそういうことじゃなくて、それが誠にできる唯一の、己と黒峰への断罪だ。愛してる。俺もだよ黒峰。やれやれだぜみたいな顔になってるねやれやれ系主人公か。え、本当は誠くんも好きってこと？ただ鬱陶しいから何も言葉返さないだけで。これトゥルーじゃない？そんなはずがないか。バッドエンド、人形劇ですね。まさか2つあるとは。それでは先ほどの選択肢まで、戻ってみましょう。さあここですね、さっきは、携帯を開きましたので今回テレビをつけてみましょう。これで何か起こるかな。というかこれで何も起きなければトゥルーはありえないということになる。黒峰くんにトゥルーエンドはないのか。やることもないのでとりあえずリビングに行ってテレビをつけてみた。別に見たい番組があるわけではないが、部屋に音が鳴るだけでなんとなく気が楽になる。いつもなら静かな方がいいと思えるのに、やっぱり多少は参っているんだろう。テレビの中では気難しい顔のおっさんが全国で起きた事件を読み上げている。こんな事件に比べれば今俺の身に起きている事件なんて、出来事なんて大したことじゃないんだろう。あ、これはポジティブになっているかもね。それでも俺にとっては重大だ。まさか自分がこんな目に遭うなんて、ほんの数日前まで夢にも思わなかった。ニュースがあり天気予報が流れる、今夜は雨になるのか。兄貴、傘持って行ったっけ。いろいろあったせいか体が重い。テレビの音が遠くなる。まぶたが少しずつ降りていく。あ、これは寝落ちする展開かな。なんだろう、また BGM 不穏だけど本当にトゥルーないのかな。なんだこれ、何も見えない。手探りで前に進もうとすると指先が硬いものに触れた。
感触で壁のようなもんだと、見当をつける。なぜこんなところに壁があるかわからないが、この方向には進めそうにない。壁自体に方向を変えて歩いていくと、またしても壁にぶつかった。先ほどの壁と直角についているらしい。よく探ってみると、俺がいるのは、3方を壁に包まれた細長い、通路状の場所だとわかる。仕方なく元来た道を引き返す。これが青木さん言ってた話？壁が途切れたところを 見つけ、そこに入り行き止まりにぶち当たっては引き返す。そんなことを繰り返して、もう随分と時間が経ってしまった。まるで、迷路の中に放り込まれたみたいだ。いや、みたいではなく迷路そのものだ。そのことに気づいてからは、右手を壁につけて壁自体に歩いている。こうすれば時間はかかるが、必ず迷路の出口に着くはずだ。着くはずなんだが、いくら歩いても出口らしきものは現れない。足が痛い。ずっと壁につけているせいで、右の手が、手のひらが擦れてヒリヒリする。疲れた。出口。出口は、これはなんだ、夢を見ているんだよね。右手を離せ。不意に頭の中で、声がする。どこかで聞いたことある声。ちょっと今裏返っちゃったけど、声がなんかスーッと言い直したけどね。うん、そうだ、俺は誰かにそう言われたんだ。うん、夢にまで出てきたね。でもこんな真っ暗じゃ、右手を離したらなおさら出口にはたどり着けっこない。何言ってんだ、どこが真っ暗なんだよ。声の主が俺の心を読んだかのようにツッコミを入れてくれ。いや、だって真っ暗じゃないか。暗すぎて自分の手すら見えないんだ。バカかお前、つかバカだな。暗いんじゃなくて、お前が目を閉じてるだけじゃないか。なんか遺言みたいになってたけど青木さん大丈夫ですか？目を開けるといつもの風景がそこにあった。とても奇妙な夢を見ていた気がする。おまけに微妙に失礼なことを言われたような。妙な体勢で寝てしまったせいか、体の節々が硬くなっている。今は何時だろう。窓から見える空はもう黒く塗りつぶされていってしまった。天気予報は大当たりだったようで、ガラスを水滴がひっきりなしに叩いている。そうだったね、雨だったね。時間を確認しようと携帯を開くと、兄貴からメールが届いていた。メールボックスを開いて内容を確認する。フロム兄貴、今日は遅くなるから夕飯を食べて、外で食べてくれよ。まこともちゃんと食べるんだぞ。あと洗濯物を干しっぱなしにしてるから取り込んだし。洗濯物怖い。大丈夫？洗濯物イコール死このゲームではね。うん、そうなんだけど、雨が降る前によろしくな。あ、洗濯物か。兄貴もたまにうっかりしてるよな。って、びしょびしょだよね。慌ててベランダに飛び出すが、時すでに遅し。勢いよく打ちつける雨が洗濯物をぐっしりと濡らしていた。これは確実に洗い直しだ。黒峰くんまだいるかな。そういえば黒峰は大丈夫？もうずぶ濡れでこっちを子犬みたいな顔で見てきてたらどうする。さすがにもう帰ったんだろうが、もしかしたら雨に濡れてしまっているかもしれない。いくら暖かくなってきたとは言っても、まだ肌寒い日もある。うかつに濡れてしまえば間違いなく風邪をひくだろう。優しいね。あれ、おや、何気なく見下ろしたマンションの入り口、そこに黒峰おるやん。やっぱりいたね。ちょっとかわいそう。かわいそうだな。雨に打たれてるぞ。間違いなんかじゃない。あの赤い髪を見間違えるわけがない。黒峰がまだそこにいる。たった一人でそこにいる。黒峰、何時間経ったろうね。水沢、はっなんだなんだなんだ、何が起こった。え、ちょっと待て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 、右、その右違う、左左手に持っているそれは何だ。誰かと出てきたら潰すつもりだったな。危ない。
選択肢でこんなに違うのか。本当にね、もう少しで黒峰くんが犯罪者になるところだったぜ。またしてもバカ、何やってんだ、こっち来い。呆れた、顔した黒峰を、呆れたじゃない、とぼけた顔をした黒峰を強引に引っ張ってマンションの中へ押し込んだ。握った腕は冷たく、静的が俺の腕にまで伝わってくる。暗い空の下、一人で雨に打たれる黒峰の姿が浮かんできて、猛烈に泣きたくなった。どうして、どうしてお前は一人なんだ、一人であんなところにいなきゃいけないんだ。え、あの、そのバットには触れないのか。え、なんかいつの間にかバット持っとるやんってなるけどね。どうして、俺は黒峰のそばにいてあげなかったんだ。ついに侵入を許したか。これは怖いね。何を言えばいいのか分からず玄関で黙りこくる。黒峰も何も言わずに戸惑った顔で俺を見ている。俺がこんな強引なことをするのは初めてだから驚いているんだろうか。タオル取ってくるから待ってろ。洗面所で適当に ひっつかんだタオルを持って玄関に戻る。ほら、サンキュー。黒峰が乱暴な手つきで体を拭いていく姿をぼんやりと眺める。勢いでここまで連れてきてしまったが、この先のことを何も考えていなかった。いや、そもそも黒峰があんなところに、いるなんて予想の範囲外。もう夜だし、外雨だし。ずっとあそこにいたのか。拭いた髪をなで、撫でつけていた黒峰が俺の問いにかすかに、わずかかに目をそらす。いや、一回バットを取りに打ち返った。なんだってちょっと肝心なところ聞こえなかったぞ。凶器を取りに家に帰ったんだね。誠くん、そこ聞き逃しちゃダメだぜ。あ、へえなんだね。あ、そう。そのバットがいかに凶悪か。何を取りに行ったのかは、くぐもっていて聞き取れなかったんだね。少なくとも傘ではない。そういえば何か持って、あ、落としたんだ。だが、今の黒峰は手ぶらだ。黒峰をマンションに引っ込んだ時に、金属音のようなものが聞こえたが、あの時落としてしまったんだろうか。取りに行った方がいいのではと考えたが、いやいや、いい、黒峰に焦った様子がないので俺から、言及するのはやめにした。うん、誠くんとひっつけたからもうバットはいらないということだね。気まずい沈黙が降りてくる。いつもこうだった。俺と黒峰はいつもこうやって黙ったまま、肝心なことは何も言わないで、お互いに心の中にしまったままで。右手を離せ。うん、これは分かんないね。ひらめた？そうか、青木さんの言葉の意味がようやく理解できた。今この状態が俺にとっての右手なんだ。どういうことだ？黙ってただそばにいれば、いつか何かが変わると期待して自分の力で自分の知恵で迷路を解こうとする勇気がなくて、迷路の出口は目の前にあった。正面に立つ黒峰をまっすぐ見上げる。こうやってしっかり顔を見るのも初めてだ。黒峰はどこか居心地が悪そうにうろうろと視線をさまよわせている。まるで少し前までの俺みたいだ。よく見るとうっすら耳が赤い。ようやくラブラブできるかもですね。照れてるね、ちょっとね、緊張してるというか、この黒峰くんが見たかったんだよ。黒峰くんはこうあるべきなんだよね。こういうヤンキーでいてほしかった。だからこの選択肢であれば、ただ真実をね、誠くんに伝えればあの状態になっちゃうんで、トゥルーエンドの場合はひょっとしたら真実を告げぬままになる可能性もありますね。はい、ということでバッドエンド、ついでにもう一つ回収してしまったんですが、次回こそはトゥルーエンド回収しましょう。はい、ということで今回この辺で、
さよならー。